ファンと交流したの初めてですよ。初めてじゃん。初めてだよね。初めてですね。だってまだやってなかったっすもん、あの時。嬉しいっすよ。頑張らなきゃ。サッカーしてるとこ見せたいっすよね。ただ思ったよりユニフォーム持ってる人いたっすね。嬉しいですよ。こういうのも当たり前じゃないね。頑張ろう。Eu acho que o tempo continua assim, jogando solto, né? É leve, sem pressão, sabendo que as coisas pode acontecer a qualquer momento e que eu possa estar pronto, né? Então eu espero que nesses dois últimos jogos eu possa continuar com essas atuações, né? Individualmente falando, mas principalmente que o Marinos possa sair vencedor. Então é isso que eu busco e é isso que eu acho que toda a equipe busca. Mas, なんとか勝ち切れた試合もあるし、まあ相手のこうラッキーなところで勝ってきた部分ももちろんあるけど、やっぱそういうところもこう運が転がってくるっていうのは、普段からこう出てる選手出てない選手がこうひたむきに出れない時でもこう取り組んできた成果っていうのが、まあこういったところで運としてこぼれてくる。まあその全て運任せにするわけじゃないけど、ただそういうのをこう一つ拾うのもやっぱこう自分たちがやってきた結果だと思うし、まあ、そのやっぱ自分たちがやってきたってことを最後残り2試合、まあ、みんなでもっともっと信じてもうやるしかないなというふうに思います。みんないろんなもん犠牲にしたと思う。でもそれは勝つためだ。みんなで掴み取るためなんだよ。ホーム最後、ホーム最後、全員で心一つにして死に物狂いでいくぞ。勝ちだけ、勝ちだけ、俺ら勝つしかないんだ。オッケー、ファイナルカウント。いや、まあやっぱり絶望感はありましたよね。本当にマリノスに関わる全員が勝ちを望んでたし、試合だったと思うし、そこを取れなかったっていうのはやっぱり
大きかったですよね、やっぱ絶望感というか、はい、優勝を目指せる位置にいたっていうのが大きかったと思うし、やっぱそこで、ね、何かをこう勝ち取ることができたら、まあそれ以上に嬉しいことはないし、それがやっぱりなんていうのか恩返しじゃないけど、その出れてない選手にこう少しでもなんか勇気づけられることって、やっぱ、ね、チームが勝っていく姿を見せてやっていくことしかなかったんで、そういう人たちの思いは背負ってやりたいなと思ってましたけどね。やっぱ決めれるシーンっていうのはまあ、それなりに多かった中で、まあ、相手のキーパー のファインセーブとかもあったりもしましたけど、まあ、その一つ入れば一気に楽になる展開であったのも間違いではなかったし、まあ、そういった中での、うん、なんだろうな、こうもどかしさというか悔しさっていうのが、うん、結構前面に出てきたなっていうのはありましたね。諦めちゃいけないけど、他力本願、まず自分たちの力で自力で優勝できる可能性を失ったこと、まずそこが悔しいし、絶対神戸負けてくれじゃなくて、まず最終節まだ残ってるし、試合が、まあ神戸が結果次第ではありますけど、自分たちも勝つことで可能性はまだあったから、神戸負けてくれっていうよりかは自分たちがまず次絶対勝とうっていうか、そっちの気持ちの方がありましたけど。今年1年たくさんのことがありました。その中には大切な仲間が傷を負い長期離脱を強いられることもありました。それでも彼らはチームのためになりたいと日々一緒に戦い、マリノスにいる意味を示してくれました。いろんな壁がありましたが、マリノスファミリーの力で乗り越えてきたんです。マリノスファミリーだからこそ乗り越えてこれたんです。確かに優勝の可能性は他力かもしれません。それでももう一度マリノスならできると強く信じて、心を一つにして、マリノスに関わる全ての人の全ての力を合わせて最後まで戦い抜きたいと思っています。いろんな状況が可能性があったんで、まあで試合終わって引き分けだと、まだね分からないけど、まあ、他力にはなったという状況だったんで、これはなんて僕らの姿勢を伝えればいいんだという時に、まああえて伝えるのがいいんじゃないかと思ったんで。絶対に諦めません。ああいう時にやっぱサポーターは不安だろうし、選手の声どう捉えてるかとか絶対聞きたいとは思ったんで、やってきた自分たちが下向いてたら、諦めてたら絶対もう無理だし、それは、まあ、優勝云々の前に今までどんな時も、もう誇りを持ってみんなで団結してやってきたこと自体を否定することだと思ったんで、絶対下向かないって、もう絶対諦めない、それは示したいと思ったんで、もう最初にはっきり言いたい。
もうそれは伝えたいと思って、まあやっていましたね。Now it's sure in the outcome, and I thought it was important because I was feeling flat. So まあ自分はね、ちょっとフラットな感じだったんで。And I know you guys are feeling the same. We must keep going, we must continue to fight. Nothing changes.Tomorrow means is another opportunity for us to perform. Tomorrow is another opportunity for us to put 3 points on our total. Tomorrow is another opportunity for us to score more goals than we asked than anybody else. And also, tomorrow is an opportunity for one of us to collect an individual award, Ward Lopez. Okay, so focus in here. Tomorrow is not just another game.Achei que até que ele quer ganhar o jogo, mas também ele se importa comigo. Se importa com o meu rendimento dentro de campo, com a minha temporada, que foi a temporada individual brilhante para mim. Eu acho que o Marinhos é isso, né? É uma família.Os jogadores daqui, desde quando eu cheguei, eles me receberam muito bem. Eu tenho muito carinho por cada um deles. E esse ano, como eu falei, foi um ano muito bom. Eu me esforcei ao máximo para ajudar da melhor forma possível a ganhar o campeonato. E sempre falei que queria ser artilheiro. Deixei isso claro nas entrevistas e fico feliz que eles tenham comentado isso. E amanhã eles vão jogar para me ajudar e ajudar o Marinhos. まあ、あの試合にかける思いみたいなのっていうのはすごい強くて、結果的に2位で終わったけど、もう最後の最後に試合一緒に戦おうっていう気持ち、優勝見れないけどでも一緒に戦いたいっていう気持ちで来てくれた皆さんに対してのこの感謝の気持ちっていうのは絶対勝利で伝えなきゃいけなかったし、いろんな思いがバッて出てきて、結構そんな感じになった時にいつの間にか涙が出てきて、そのゴールが行ったらブーイングとかじゃなくて、山田やと一試合が勝とうよみたいな、選手たちと同じように悔しい気持ちをしてるはずなのに、それでもこう一緒に戦おうっていう気持ちを示してくれる皆さんには本当感謝しかないんで、なんかそこでもう一気に来ちゃった感じですかね。少しずつまたこう積み上げていって、マリノスのそのなんだ楽しいサッカーとかサポーターがマリノスはこうなんだよって言い切れるサッカーを作ったら自然と優勝すると思うんだよ。その結果が優勝なだけだから、これだってマリノスはこれだっていうのを作っていけたらいいよね。種まきじゃないけど、さっきの新しい種まきにすればいいし。まあでもいろんな思いはありますけど、プラスの面ももちろんあって、苦しいことも多かったけど、やっぱりマリノス自体、選手もそうだし、
ファンサポーターもスタッフもクラブもそうだし、やはり基準が上がってるなっていうのはすごく嬉しい出来事でもあった。2位で誰も満足してないって、もう優勝しかないじゃないですか。悔しさもある中で一方でポジティブな変化だなっていうのはあると思ったんで、やっぱりね、何年か前のマリノスも知ってる身としてはそれはなかったし、それはポジティブなことだし、みんながつないできたものが形になりつつあることでもあったと思うんで、だからこそ取れなかったのは悔しかったし、ただもちろん目指してやったけど、その過程にも意味はあったし、苦しみもがいたのも意味はある。だから取れなかったから失敗の年とは全く思わないですね。Quando eu falar, os caras têm que aplaudir, tá? Aí o tato, rapaz, os teus. Aqui, aqui, aqui. E areba de Kiru! Sensação muito boa de poder. De orgulho. Poder fazer o 1700. Os 1700 gols e entrar pra história.次俺が1800なんてメモリアルになるんですか。だって1700でなってるの。1800は俺で。